劉の文は中華民国の政治家。中国国民党で主に財務、会計を担当した人物で、古官民、孫から関東派の一員でもあった。字は、長名、長陽。1910年、公衆期儀に参加し、同年に中国同盟会に加入した。1912年、日本に留学し、1914年に中華革命党が成立すると、 総務部幹事を務めた。同年、早稲田大学に入学し、1917年に卒業している。帰国後は、上海で中華革命党事務所で財務を担当し、同年9月、関東軍政府財政部検事、関東省金庫管理、公衆指針経営所所長などを務めた。1920年、陸軍部軍樹脂市長となり、1923年3月、 関東大本営神経局局長兼金庫長となった。その後、大本営軍事所所長に転じ、さらに欧州へ、経済状況の視察に赴き、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで2年、ケンブリッジ大学で1年、それぞれ経済学を研究している。1926年に帰国し、7月、関東省政府委員権農工庁長,長,長に任ぜられた。同年、 国民革命軍総司令部軍事助所長に転じる。1927年5月、南京市市長に抜擢されたが、同年8月に早くも辞任した。9月、紹介席に随住して、日本に赴き、11月に帰国している。1928年5月、国民革命軍経理所所長に任ぜられ、7月、南京市長に返り咲いた。同年中に、 軍事委員会軍員管理委員、英坊設計委員、国民政府建設委員会委員などを歴任している。1929年3月、中国国民党、第3期中央執行委員、にぎやか蔡委員会常務委員となる。同年6月に総理両援管理委員会常務委員、7月に首都建設委員会秘書長となり、さらに年内には国民党総理法案委員会淵組、主任。 国民党南京市党部執行委員県常務委員を歴任した。南京特別市長には1930年4月まで在任し、その後財政部公会館監督に転じている。1931年2月、国民党元老で関東派の古官民が小解席に南京される事件が起きる。劉の文は、王朝明、孫家、か、皇薫らに従い、 半省の公衆国民政府に参加、政務委員に任じられた。夏には、公衆側の外交部長、陣ともう人ともに訪日し、外相しで原喜十郎と満州国問題や、日中関係について会談している。その後、満州事変の勃発とともに、各派大同団結がなり、12月、竜は、国民党、第4期中央執行委員。 革命債務調査委員会委員となる。翌1932年には、公衆市長に任命された。1934年、公衆市等部執行委員兼常務委員となり、その翌年11月には、第五期中央執行委員に再選された。1937年2月、国民政府新警部政務次長に任ぜられる。日中戦争期間中は、バイト建設計画委員。 特殊公師店市委員長なども歴任した。1945年5月、第6期中央執行委員に再選される。戦後は1947年冬に、雪乗り国民大会代表に選出された。1949年、一旦日本に亡命したが、間もなく台湾に移り、相当不国策顧問に任ぜられている。1954年7月、 幸福大陸設計研究委員会委員となった。1957年4月12日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて病没。去年68。ありがとうございます。